今日はスペイベでした。スペイベでした。一部は外羽にしてカチューシャしてて、二部はこのハーフアップマイカ、佐々木マイカの髪型いつものマイカのハーフアップでって言ったら通じるやつ、これ通じるやつです。これ佐々木マイカヘアです。変えました、一部と二部。誕生日おめでとう、ありがとうございます。マイカヘア編み込みハーフアップです。そう、今日前髪結構綺麗なの、揃ってるでしょ、揃ってるでしょ。なんかね、ハーフアップ系するの私珍しいので、そう、珍しいです。9時前からの配信久しぶり。確かに最近結構夜遅いことが多かったから、確かにまだ9時になってないんだよね。イエーイ、ベイビー初めて行けて楽しかったって、イエーイチーク入れてますかって。今はあんま入れてないかも、入れてんのかな、ちょっと覚えてないケープめっちゃ固まってます今。そう、今日はまあ昼夜の2回公演だったんですけど、そう、まあ、MC で今日ね、2部の MC かな、誕生日プレゼント何が欲しいっていう MC で聞かれたんですよね、メンバーに。1部は抱負を喋って、2部は欲しいもの何っていう質問だったんですよ。キアラと私が誕生日が近いからということで、そう、なので欲しいものは毎日ちょっとバッティングしたいからバッティングセンターがお家に欲しいですって言って、なんか欲しいものを聞くねってメンバーに言われてて、欲しいものなんだろうってずっと考えてて、メンバーにも「なんだろう?」みたいな、思い浮かばない、欲しいものなんだろうって言ってて、な、例えば何って言ったらいいって言われたかな、なんか瞳がなんか電気バリブラシとかはって言って、あれ多分20万円ぐらいするんですよ。なのに間違えて瞳なんか2万円だと思ってたのか、なんか父ほらほら10人で割り勘してあげるよみたいな、買ってあげるよ何でもみたいな瞳が言ってて、でも電気バリブラシって20万円するはずなんだけどなって思って、だからほら1人2000円でしょとか言い始めて、もうヘアさんとかもめっちゃ笑ってて違うからみたいな10人でそれ割っても割ったら1個桁おかしいからみたいななって面白かった。それをもう暴露してやった。でもそれがなんかその2部のおばあちゃん中ぐらいだったから、もう出るギリギリでそれで爆笑してて、もうなんか笑いながらおばあちゃんの時ステージに立っちゃいました。そう、みんな計算間違いしてて MC 中に。そうで、まあ、バッティングセンターにこの前マイカと一緒に行ったんですって。でマイカとそうずっと行きたくってアンバッティングセンターに、で増田さんに連れてっていただいたんですよ、バッティングセンターに。でマイカと2人でいろいろちょっとやって、まあ、アンがその野球が好きだからこうちょっと挑戦してみるみたいな感じでやってみて、そう、前もね行ったんですけど、広島に帰ったら結構ねよく行ったりしてたんですけど、そうで、いつもは80キロ90キロぐらいしか打ったことなかったんですけど、100キロは初めて打って、そう、なんかね100キロはやっぱ速く感じた、当たり前だよね100キロはすごく速く感じて、そうで、でも一応ほとんどの球は100キロ当たるのは当たるんですよ、けどやっぱ前に出るのは本当に2球ぐらい、2、3球ぐらいしか前に出なくて、そう、しかもまあなんかね、でも最初なんか最初80か90何キロか先に打って、それの時に
最初はなんかちょっと感覚がつかめなくて、まあ、でも途中からは打って前にも飛ぶようにはなったんですけど、もう100キロはなんか当たるのは当たる、バットにボールが当たるのは当たるんですけど、なんか前に飛ぶのがな結構少なくて、上に飛んじゃったり当たって上に行くこととかが結構多くて難しかったし、あと一段と疲れたそう一段と疲れて、まあ、あと力がもうどんどん入らなくなるんですよ。もう打って、そう打つのがマジでか、あのもう手がもうしんどくて、なんか指がしんどくて、ここがそうで、なかなかもうちょっと 体力っていうのかな、なんか力がやっぱりちょっと足りないですよね。そうそれでもうちょっとしんどくなっちゃったんですけど、そうでもまあ当たってはいたから、そうちょっとねこれまた行ってちょっとあれしたいなって思います。そうでもやるじゃんって、でもマイカがめっちゃ可愛くて、なんかずっと動画撮ってくれてたんですよ。まあマイカのバッティング姿の動画もあるんですけど、そう可愛いの、え怖いって言ってんのめっちゃ可愛い、あって怖い、えどうやって打つのってそう入ってるのに、そこにあのそこで一人、え待ってどうやって打つのかって言ってるのがめっちゃ可愛いんですけどそうでお互い動画撮ってて、でもそのマイカが私とスタッフさんが指示してた、もうちょっと早めに打ってとか指示してて、で当たったらわーって言ってて、そう言ってたんですけど、私がやってる時もマイカがずっと動画撮ってくれてたんですけど、なんかそれがなんかその時はあんま聞こえてない、打ってる時はそんなに聞こえてないけど、その動画に入ってる声がめっちゃ可愛くて、わーわ早いとか、なんかすごいとか、めっちゃなんかそうなんかコメントでもめっちゃ彼女やんみたいな、マイカ彼女やんみたいな感じのコメントとかもあったんですけど、本当にその通りで、本当にね可愛かったよ可愛かった、なんか幸せな気持ちになる。マイカは初めて行ったんですよ。そうめっちゃ可愛かったそれがっていう話をあの去年あのスペイベでしたんですよ。そのスペイベでしてですね、でも結構みんなからみんなが「おおいいスイングだね」って言ってくれて嬉しかったですでもまだまだなのでどこ目指しとるんやって感じなんですけど、あの頑張っていきたいと思います。でもあのピッチングもしたんですけど、もうねあの本当に口を悪く言うと、あの口を悪く言うとって先に言いますね、あの私のピッチングクソでした、うん、あのねクソでした全然投げれないの、本当にびっくりするぐらい投げれない、うん本当に本当に、なんかキャッチボールだったら投げれるんですけど、なんかあの何トラんなんだろう、あの何数字に当てるやつ、あああれはむずいのなんかねもう変なとこ行っちゃう、あれで投げたら、だからキャッチボールの方がなんか感覚があるということで、クソでした口が悪い、そうなんかどっちかといったら打つ方が得意かもしれない、ストラックアウト、そうそうそう、それはい、全然ダメでしたね。そうでも楽しかったのでいいです。その日めっちゃ運動して、マイカと一緒に、えマジで朝ではないけど本当にお昼ぐらいからマジで夕方まで、夕方夜ぐらいまでめっちゃいろんな遊んだんですよ。まあそこ知ってる方もいると思うけど、あのなんかいろんな競技ができて、そうね、めっちゃ遊んだんですよ。そう楽しかった、一日中4年前かと遊んでた、また行こうねって言ってた、アクティブです私たち。
ていうスペイベの MC で話したので、あのツイッターに動画を載せました。そうだからスペイベの2部に来てくださった方しか、なんで急にねあの動画載せたいんやろって思ったと思うから、そう今説明しました。でも本当になんか今日はスペイベだったんですけど、なんかねよく見えるうちはもうペンライトももう全部見えました。まあ見えないわけないよね、あの距離で。逆に言うとペンライトがあったら特にもうね、みんな目があったので、今日来てくださって ピンクじゃない黄色と青を持ってくださってた方はあれですね、みんな目が合いました。はい、イヤリングが髪の毛に引っかかったので、ぶっちぎってぶん投げましたはい、あのなんかもうガーンってやってしたら、絶対アンが投げてくるなってマネージャーさんとかスタッフさんが思ったのか、あのもうカモンっていう多分感じだったと思う。絶対今から投げるなってスタッフさんにもバレて、よくあの袖にいるスタッフさんたちに、それであのボーンって投げました投げたというかスライドさせました。はい、ぶん投げてるのバレた？バレましたかねそう、2部で花が靴が脱げそう、脱げたんですよ、脱げそうになった時が脱げてでパッて見たら脱げてて、そしたらサナがめっちゃ笑ってて、何も笑っちゃって、パッて見たら瞳とか他のメンバーもめっちゃ笑ってて、花もめっちゃ笑ってて、もう無理、面白かった。なんかフォースシングルを思い出して、ウォンチューの時に花がめっちゃ靴が脱げよったんよね、それを思い出してめっちゃ笑ってしまったそう、聞いてください、今日のね2部の2部影慣れしたんですよ、サナと私で。そう、それでなんか普通にゃんは真面目にやろうと思ったんですよ。でもね、なんか楽屋でなんか結構メンバーみんなで結構まあ何人かっていうか、まあ結構いたけど、でその影慣れをどう読むかっていうことをねみんなで考えてたのよでなんかほんまいろんなバージョン、なんか5個以上いろんなバージョンの読み方を作ってたんね。みんなでめっちゃ笑いよったんよ、めっちゃ爆笑して。私今まで影慣れふざけたこと一回も多分ないんですよ、全部基本真面目にやってて。そう、真面目に普通に、そんな噛むっていうイメージも多分ないと思うし、普通に本当にいつもやってたんですよ。でなんかすごいわざとなんか本日はみたい な、 なんか声優さんっぽく、まあ、ちょっとなんだろう、こうなんか綺麗な声で言うっていう普通のバージョンと、なんかラップ調で言うバージョンとかあとサナのね得意なちょっとモノマネをしながら言うやつとか、あとなんだっけな、なんか幼稚園児みたいな、赤ちゃんみたいな、ハンジトゥーみたいな感じで言うやつとか、なんかとりあえずなんか泣きながら言うやつとか怒りながら言うとか、もう本当になんかいろんなバージョンをそう作ってたんですよそう、みんなでなんか爆笑しながら、楽屋で本当にめっちゃ爆笑しながら、なんかもう楽屋疲れしちゃって本当に。そう、しかも今日結構その入りしてから1部までと1部と2部の間の時間が結構暇時間があって、もうなんかずっとメンバーで喋って爆笑してたから、なんかもうそれで体力をめっちゃ消費しちゃったのね今日。そう、それでなんか何々風みたいなのですごいいろいろやってたんですよ。 そう、それでじゃあ本番どれでいくみたいになって、なんかスタッフさんとかもなんか笑ってて、みんなで何バージョンでいくって。でなんかサナが、アンナがなんかそういう感じで言ったのはなんかそうするみたいな言ったんですよね。それでなんかやってみたいな、サナでなんかもっとサナは全力のなんかとあるモノマネをやりながらやるって言ってたんですよ。だからなんか他のスタッフさんも、他のスタッフさんにサナなんかすごい今日の影内で仕込んでるらしいよみたいなことをね言ってたらしいんですよ。なのになんか裏切られたんですよ私私がやってて、でもめっちゃ隣でサナが爆笑してて、もうそしたら笑っちゃうじゃんもう私がなんか私もふざけてちゃってて、まあ、自分でも笑っちゃってて、そしたら隣でもサナもめっちゃ笑ってるし、スタッフさんも笑ってるから、もうなんか耐えられなくて、本日はイコールラブみたいな感じだったんですよ。
そう、もうそれでなんかね、でもそ途中からはもうねちょっと疲れちゃったもん、真面目にやったんですよ。でその後サナがどう来るかなと思ったらめっちゃ普通にやって、そうだから終わった後にね、裏切らないでよって言って、スタッフさんも今回はサナ裏切ったねみたいな言って、裏切りましたよねって言っておいって言ってただからもう一生真面目にやる、もう決めた、もう本当にもうダメだよ、ハナとやったらね笑っちゃう本当に。いやもう今度から真面目にやろうと思います、本当に恥ずかしかった。でもなんかサナのやつめっちゃ面白いの、本当に本当に面白いからみんなに見てほしいんだけど、わかんない、でも私たちの楽屋乗りなのかわかんないけど、そうでもまあ楽しかったです楽しかったです。バグいのも面白いし、ね、ラップもね楽しかった。ラップ上でオンオンから始まるのよなんかもうそういうちょっとお酒したんですけど、やばい、もう一生陰なれ回ってこん私に。違うよ、でもなんかまあ今日はあの銀河だし銀河だしスペインベだしいいんじゃないみたいな。ちょっとねさすがになんかでっかいコンサートとかだったらやらないよ。そうでもなんかまあ銀河のスペイベだしいっかみたいな、そういう空気じゃねみたいな。まあスタッフさんもそんななんかまあいいよまあみたいな感じで、私たちもまあ自分たちのねすごいホーム中のホームのイベントじゃないですか、まあ、だからいいんじゃないみたいな感じだったので、まあ普通だったらねやらないですよ。そうスペイベとかでしか逆にやんないから、そうまあレアでしたってことにしときましょう。サナと一部のイラついふり、最後早く手を下ろしちゃってたから大丈夫、それ知ってるよ。サナがめっちゃ楽屋で言ってた、ねえ消えてそうねってなぜか手早く下ろしちゃったって言ってそう面白かったそれ楽屋で言ってた、バレてたんだね、よく見たよねすぐね自己申告する。そうでもね本当に今日すごいなって思ったのが、私たちがめっちゃ楽屋でうるさかったの、本当にめっちゃうるさかったのに、なんか寝てるメンバーもいてよくこんなうるさい中で寝れるなって思ったでもなんかたまに目開けてニヤニヤしてんのそうだから目あったとか言ってるんだけど、そうすごいなと思う。まあでもあるあるなんですけど、別になんか今日とかはその周りに他の共演者さんとかがいるとかっていうわけじゃないからなんかあれなんだけど、全然うるさくても何も怒られないんだけど、面白かったそれが。今日はなんか一日、今日も平和でした。なんか今からなんかスペイベライブじゃなくて、もうなんかやっぱね私たちどうしてもその過去にやった舞台のことの思い出がすごいあって、獣フレンズとガールフレンドかっこかりをやったんですけど、みんなで舞台をやったんですよ、イコラブだけでね。なんかそれがその思い出にありすぎて、なんか結構すぐその話題になるんですよ。そうでもめっちゃ多分身内ネタというか、特にしかもその頃ってまだセカンドとかサードの頃じゃないですか、めっちゃ昔じゃん。でけんさ、なんかその頃のイコラブを知らない方がめっちゃおると思うよね、やっぱり。でけんね、何を言ってるか本当にわからんと思うの、そんなこと私たちが言っても。でも私たちの中ではそれがめちゃくちゃ面白いのねそうだから本当になんか Hulu とかで見れるからマジで見てほしいの、知らない方は。なんか私たちも正直ね、マジでビジュアルとか本当笑っちゃうの、全てに。でもなんかそれが黒歴史っちゃ黒歴史なんだけど、なんかいい意味でのって感じで、なんかもう逆にみんなで鑑賞会したいねって最近ずっと言ってて、今日も言ってて、鑑賞会をしちゃいたいほど面白くて、なんかエモいんですよ。そうなんかあの時のことを全然別に今見ても恥ずかしいけど笑えるんですよね。
そうだからあの舞台2校の舞台はすごいな、記憶に刻まれてて、今でも定期的にやっぱ楽屋でその話になってみんなで再演するんですよ。そうだからなんか今から再演してみるとかみんなで言ってたそうみんなで見たいよねって言ってた。マジで楽しい。最後歌っちゃった。セリフは覚えてないけどセリフは覚えてないけど、そんなでもなんかそれが本当に面白すぎてみんなで話すのが。そうだから本当に知らない方は Hulu とかで見てほしい。マジで見てほしい。台本は多分持ってるんですけど、本当に面白くてもうみんなに見てほしいですそう笑っちゃうと思うけど、そう楽しかった。ネットフリックスも見れるの？A2G 懐かしい懐かしい。そうなんかねエモいなって思った。マジでね舞台の楽曲もめっちゃいいんですよね。本当に舞台の曲っていいよね。やっぱエモいんだよね。みんなで見たい。みんなで見たらもう爆笑止まらん。でも泣いちゃうかも。でもなんか今舞台やってくださいってやりますってなったら私できるかなって感じ。なんかねやっぱ舞台一個やるのってめちゃくちゃなんかいろんな感情が必要なんだなって思って、そう、あ、そう、指原さんのファンミーティング、そう、ファン、今日でしたよね。ファンミ、ファンミっていうのかな。そこで、そうなんですよ。お手紙をあの書かせていただいたんですよ。そう、あら行った？お、はんちゃん行ってまいりました。行かれた方いらっしゃるか、配信でとかね。そうまあでもそのまあファンの方のツイートとかでその手紙があったっていうのは皆さんご存知だと思うので、まあ手紙を書かせていただいたっていうことは言うんですけど、まあそれ以外はちょっと秘密で、はい、どういう形で読まれたかとかもう知ってるんですけどとか、あのなどういう内容かっていうのはちょっと秘密なんですけど、そう何おもしってた、どういうこと、何何星になっちゃってる、なんだどうでした私の手紙そうまあねちょっと配信とか現場にねあれだった方、そうでも全然結構真面目ですよ。はい真面目に、そうなんです。めっちゃでもね悩みましたすごいあのマネージャーさんから連絡が来た時にって思ってどうしようってどうしようってドキドキしました。アーカイブあるって、アーカイブがあるって、そうそんな感じでした。なので気になる方はアーカイブでチェックしてください。やまーんって最近そうなんですかね、でも直接やまーんって言われる方はないでもまあちょっとここで内容はね言えないのではいです。ありがたいお話を、はい、
そんな伊藤さんの暴露話もあったの、めっちゃ気になるじゃん。みんなアーカイブ見たくなっちゃうね、この配信で。まあ山王のお手紙を、うん、真面目に、結構真面目に書いた。そう、最後だけそんな真面目じゃ書いてないけど、基本的に。みんな言っちゃダメだよこれ、あの内容は秘密ですよ皆さん、どのあれでも。それはね、限定のファンミーティングのお話なので。タランタラン、タランタラン。あとなんだろうね、今日の話は。私があと本当に数日で24歳になってしまうということですね。あ、ちょっと待って、そう、いやスタッフさんからもねプレゼントいただいたの、開けてみようと。え、二郎さん、二郎さんがいいねしてくださった、二郎さん。二郎さん、バッティングのやつ嬉しい。ジローさん。やったー、嬉しいな。シソンヌさんのジローさんがさっきのバッティング動画をいいねしてくださった。わー、でっかい、でっかい、え、すごい、これしかも今使ってるやつ、うれしい。入浴剤をねもらった、しかもそのスタッフさんから、めっちゃでかい、めっちゃでかい、めっちゃでかい、30回分、やばい、え、嬉しい。しかもこれ今ちょうど使ってるやつ、そう、今日スタッフさんがくださったの。嬉しい、ありがとうございます。ちょうどほんと今使ってるの、しかもあのちっちゃいやつ、そう、嬉しい、嬉しい、めっちゃでかいなこれ、でっか、30回分やもん、嬉しい。あ、今話題のやつなんてね、アットコスメのやつ2020第1位ですもん。そう、これ使ってる、え、ほんとに、え、ちょっとマジ持ってこようか今から。オーロラにあるよこれの、なんか、なんかこれね、キラリンにもらったんですよ、そうの、なんかね、何回、3回分とかのやつかな、なんかね、こんぐらいのやつがあって、そう、結構みんなこれ持ってるんかな、そう、それももらってて、キラリンから、キラリンがくれたんですよ前に。で使ってて、これまた買おうって思ってて、で、そう、最近結構あの入浴剤を入れることが多くて、そうで、ちょうど使ってるやつで、だから嬉しい、ありがとうございます。あと違うね、スタッフさん、ソニーさんとかからもねいただいてね、そう、スタバちゃんをいただきました、スタバちゃんのカードとか、嬉しい、嬉しい。そう、もうちょっとだけどって、嬉しい。そう、今日ね、どっちもね、そう、スタッフさんにね、先週言って、あと、あ、キアラ、キアラですよね、みたいになって、そう、キアラちゃんにも渡すって言って、キアラーって言って、私とキアラが同時にいただいてました。え、キアラの言っていいのか、スタバは一緒なんですけど、こっちの入浴剤のスタッフさんは、ピスタチオの、なんか、ものとかをめっちゃあげてました。めっちゃ喜んでた、すごい、なんかお互いがすごい喜ぶものをリサーチしてくださって、すごい嬉しい。そう、誕生日がね近いから、11月組だから、ありがとうございます。愛ですね、優しい、嬉しいです。なんかメンバーもなんか何が欲しいとか、ご飯連れてってくれたり、最近
そう、あとなんか今日メンバーなんかアンの写真を撮ろうとしてくるんですよ、やけに。だから絶対30日のために写真撮ってるでしょって言ったらめっちゃ笑ってた。やばいバレたってめっちゃ写真撮ってくんのね、なんで今っていう。なんか絶対30日に載せるために撮ってるでしょって言ったもんしたらバレたって笑ってたみんな準備するんだもんすぐ分かっちゃう。いやでも言うて今日ね結局ね撮ってんでしょってアンが言ったからね、撮ってないその後からアンが言ったから。そうでもなんか写真を撮るのには気合がいるって言ったじゃないですか。で最近マジで写真撮ってないって言ったじゃないですか。なのでちゃんと今日は撮りました。なんかサナと写真撮ろうみたいになって撮ってて、でなんかこっちにサナがいて、こっちに今日はリサがいたからリサ写真撮りに行こうって言って写真撮った。今日も京都で平和なイコラブちゃん、なんか本当になんかスピーベという名のなんか楽屋公開してあげたいみんなに本当にライブが見たいんじゃってねライブが見たいんじゃっていうね。いや本当にね、なんかでも私たちダメなの、なんかカメラがあると思ったらなんかそういうことできなくて、本当にメンバーだけの空間で、別にカメラは隠しといてほしいの、し私たちに知らせちゃダメ。もっと MC 見たい。私たちの MC 別に対してなんか例えば NMB さんとかだったら MC もっと聞いときたいとかわかるんですよ、けど別に私たちの MC 特に聞いときたい人多分あんまいないと思うみんなさっさと楽曲行けって思ってない？大丈夫大丈夫、もういいよ喋りはって。マフラーへのつなぎが天才。いやもうあれ無理、ちょっともう限界だから。違う、なんかスペイベでなんだっけ、大阪の時もやってたんですけど、その MC からの僕らの制服クリスマスなんですよ。でそこで、まあ、そろそろ次の楽曲いきますかねみたいな話題に変わる時にそのマフラーを取るくだりがあって、そうでこう取る時になんか私が一言言うんですよ。で大阪の時もなんか言ってたんですよね。なんかその汗をこのマフラーで拭こうかねみたいなことなんか言いながら拾ってたらメンバーがちょっと冷やかしてきたんですよ。おリーダーまとめるのがうまいねみたいな。それをなんか今日の東京公演でもあの2回ともねそれをやったんですよ。でもなんか言い回しは全部違う、全然違う関係ないところからマフラーの下りにつなげて、でもその2部も汗だったんですけど冷や汗って言ったんですよ。だから本当の汗とはまた違う汗で、そうなんかそれは瞳とか渚がそのお金の計算、さっき言ってた2万円とか2000円のお金の計算を間違えてたから、あじゃあその冷や汗を拭いてって言ったんですよ。だからその大阪で言った汗とは違う汗ですからね、ちゃんと皆さん察してください冷や汗をねみたいな言ったんですよ。そしたら毎回なんかメンバーがちょっとへーみたいな言ってきて、もう限界みたいなそうでも本当にね、たまたま出てきたものを言ってるだけなんですよ。一個も考えてないし、もう特にスペイベの MC とか本当ほとんどなんかもう打ち合わせしたら逆に面白くなくなっちゃうから、もう何にもこれ言うねこれ聞くねぐらいとかしかあんま喋ってないんですけど、何も事前に打ち合わせしてないですよ。そうメンバーのみんなの連携プレイですあれは。そう一部なんて言ったんだっけな、一部はなんて言ったかな、ちょっと忘れちゃった。二部は冷や汗って言ったの覚えてるんですけど、そうちょっと忘れちゃったけど、そうでももうね、もし名古屋あってもう無理ですからね、期待しないでください。もう言いません、もう限界です、ネタ切れ
あ、そうだ、マイカとひとみの誕生日の話にもなって、いやまだまだでしょって、その前にクリスマスでしょみたいな、2人の誕生日より前にクリスマスでしょ、このマフラーの曲でしょみたいなこと言ったんだ。そうっていうね、難しい。どうなんだろう、 なんかイコラブの MC はなんか日によると思う調子がいい時と悪い時があると思う。調子がいい日だったらずっと MC しててもいいんだけど、あの調子がよろしくない日はちょっとちゃっちゃと曲に戻んなきゃそうですね、日替わりです。まあ芸人さんではないのでね、私たちも。そうだからみんなエイコラブ会今回ありますよね。エイコラブ会ない、まだ、え、あるよねいつかあるとして、次のエイコラブ会のなんかゲームいつもするからなんだろうねって、早くやりたいねって言ってたイコラブ会ってめっちゃ楽しいよねって言ってたイコラブ会はさ、なんかほとんどさ楽曲はめっちゃ少ないじゃん。楽曲少なくて、そうでもなんか遊ぶみたいな感じだから、来年か、まだまだじゃね。そうだからライブが好きな方でも、まあもちろん MC もあるし、まあ、そういうちょっと結構おふざけもしちゃう場なんだけどよ、スペイベも。でも曲数がやっぱ多い。そうでもイコラブ会は MC メインだから曲数はちょっと少ないか、まあどっちが好きかはね、お好みによるでもなんか楽屋が一番面白いっていうのは本当になんかみんなそうだと思う、どこもそうだと思う。みーにゃ YouTube 今日出てたね。みーにゃがね、なんかサムネとか考えてて、どっちがいいかなってすごい悩んでて、すごいずっと悩んでて、そう可愛かった。私たちもなんかメンバーに結構聞いてくれて投票していくんですよ、たまに。こっちが好き、こっちが好き、まあ、全員じゃないけど、まあ、何人かいたメンバーとかで、そうでも、どっちもいいよってなるんだけどね。でもそういう感じでめっちゃ考えてみーにゃ YouTube 更新してるから、そう楽しみですね楽しみですね。今日のもね見ました、トースト、フレンチトースト今度作ってもらおう。誕生日おめでとう、ありがとう。フレンチトースト、みんな見てください。いつかメンバーも登場するかなどうだろうね。スチパン美味しい。もう少し、誕生日、そうだよ、もう28日だから、29日、明日が29日。あ、明日言っていいかな、広島のやつは言っていいよね。あれ、あ、知ってることでいいの、あれ、私って知らない方がよかったいいんだよね いいよね。そう、すごいの、あのねまあ知ってるよね。そう、知ってるよ、
知ってるよ知ってるって公言しちゃっていいんだよね、公の場で公の場でそう、あれですあれですとか言って、明日からでしたっけ、明日明後日明日明後日かな、それでなんと広島の LL っていうとこかな、広島の広島駅の南口地下のところの大きい多分ビジョンみたいなところがあるんですけど、そこにね、なんかノイミーちゃんの MV が流れているんですけど、そこで明日から29と30で流れるらしい。でも何がもう流れるかは知らなくて、そう知らなくて、何かが流れるよっていう、お誕生日のおめでとうが流れるよっていうことだけ知ってて、そう知ってるんですけど、もうびっくりして、もう本当に嬉しかったし、そうそう、なんかどんなのが流れるのかちょっと見たいけど、そうだからなんか家族に言ったらびっくりしてて、それは見たいねって言ってた。そうだからちょっと行ける日わかんないけど、そう本当にねびっくりした。そうだからもし見に行けるよって方いたら、広島の方とか広島県民の皆さん、近くの皆さん見に行ってみてください。2930でやってるので、ありがとうございます、私の生誕院の皆さん、本当に私が喜ぶことを知ってらっしゃる。なんで私が喜ぶことみんな知ってるの本当に嬉しいです、嬉しいです。さすが私の心を読んで、私の広島好き好きアピールを4年間してきてよかったありがとうございます、本当に嬉しい。素敵すぎる。モカ見に行くって言ってた。モカも電車乗って一人でも行くって言ってた嘘つき野郎、嬉しい。でもね、この自分の目でちょっと見れないのが悲しいんだけど、直接さ、私にはさ映像さ送ってくれるかな、生徒員の方映像っていうか、なんだ、画像なのか映像なのか、そのさこんな映像が流れたよっていう映像見して見してとか言って誰にいいよあ、ツイッターで流すって、じゃあ待っとくね、だから30日終わったら流すってことかな、わかんないけど、じゃあ待っときます、ありがとうございます。すごいでしょ、生誕委員のみんな、私の自慢の自慢の生誕委員ちゃんたちあ、今晩もう公開してくれんの、めっちゃ優しいやん見るね。でも広島県民の方はツイッターで見る前に本物をさ先に見たいんじゃない、私だったらそうしちゃうな。今日の服はイートミーのトレーナーさんです、パーカーだった、パーカーさん、だって結構大きいビジョンでしょ、あそこで踊ってたよ、あんあん言っちゃった、私が踊ってたとこあそこだよね誰に聞いてる君の情報知らんわってね、
あのその大画面の前のステージでよく踊ってましたよ。そうですよね、そこに流れるんですよね、違うのかな、思い出の地。だよね正宗さん。あそこだよね、合ってるよね、あそこですって。よかったよかった、じゃあ合ってるわ。うん、そういろんなとこで踊ってるけど、実は見たことあります。そう、そんな思い出の場所に。思い出の場所に映像の映像流していただけるなんてありがたいですね。嬉しい、ありがとう。なんか前リサか、リサのリサもね、福岡地元で、そうやってリサもツイートしてたもんね、あの福岡タワーピンクに光ってたり、キアラもどこかに出てたんですよね。すごい、どのメンバーのファンの皆さんも、でもねそういう風に出したりするのが絶対しないといけないとか全くないし、なんだろう、いろんなお祝いの仕方が本当にそれぞれの生誕員の皆さんあると思うので、それは本当それぞれだと思うんですよ。そうだけどね、そういろんな形で、なんだ、生誕員の方もちろんだけじゃないし、そう、でもいろんな形でこうやってなんかおめでとうってお祝いしてくれるのがすごくありがたいなって思います。嬉しい、本当に幸せです。だからなんか普通だったら多分誕生日迎えるの嬉しくないというか、ああって思っちゃうんですけど、そうでもやっぱこうやってお祝いしていただけたり、なんかツイッターとかでもそうだし、毎年こうやってファンの皆さんが何かしてくださったり、いろいろ準備してくださったりとかってなるとやっぱ嬉しいですよね。誕生日なんか誕生日の日が一番嬉しい。だからあの嬉しい日まであと2日ということですね。自分の誕生日より大切っていい人すぎない？本当に今日もスタッフさんとかにも何歳になるんだっけ、24歳ですって言って、ってでも最初19だったんですよって言って、まあでもそんな変わんないよって言われて、なんかスタッフさんたちからしたらそんな19も24も変わんないよって言われたけど、それは変わりますよって言ったもん。変わります変わりますって言って、そうメンバーもびっくりしてる、なんか私は24ってことに、うん、みんななんかへーって、今日も言ってた、なんかメンバーだってアンナが指原さんがコラボを作った年だよみたいななって、みんながもう驚き、へーってって話を楽屋でしてた。おしやつでも言ってたの。24歳で指原さんはイコラボを作ってくださったんですよ。いやそれをねあれするとなんかもうびっくりですよね、ちょっと自分大丈夫かなって思いますよね。いやねえ。本当にだってね、その募集して人生がさ、やっぱこう変わる女の子たちが来るわけじゃないですか、やっぱりそれって、それをさこうやって24歳から4年間5年目支えてくださってるって本当にすごいですよね。いや本当にマジでなんか本当になんかさ、プロデューサーさんだからとか、なんか
そういうの抜きにしてやっぱりこうやって近くに関わらせていただくと、なんか凄さが本当になんかすごいっていう言葉だけじゃ物足りなくて、なんかすごいっていうレベルじゃもうなさすぎて、なんか本当になんか誰よりもやっぱ尊敬っていう言葉が、尊敬とか神様とかなんかそういう言葉が一番しっくりくるというか、でもマジで世界で一番尊敬するし、なんかもう全てがなんかもうすごいって言葉だけじゃ表せないんですよね本当に。まあ語彙力が逆にそうないなくなっちゃう。なんかもう同じ土俵には絶対にもう一生誰も入れないと思うどの人類もっていうぐらい本当に。っていうぐらいの方なのでそんなに多分、しかもあの私たちメンバーがすごいって言ってるだけじゃなくて、本当になんか周りのスタッフさんとかもおっしゃってるんですよ。やっぱスタッフさんとかはさ、サッシーって言うじゃないですか。まあ指原さんっていう方もいるけどね、わあすごいよって、いや本当にもうレベルが違うよねって、やっぱもうね、どのスタッフさんも口を揃えて言うのはやっぱ指原さんだから、私たちメンバーとかちょっとなんか少し近いスタッフさんとかだけじゃなくて、多分一回関わったとかなんかちょっとなんかそんなヘアメイクとかしてないけど知ってるっていうスタッフさんとかヘアメイクさんとかみんなが多分その口に出して言うから、すごさってそう本当に。てか今日日曜日だったんだ。さっき知ったんだよね。昨日土曜日だったことも昨日の夜寝るぐらいになんか知ったし、今日日曜日なんだって。明日月曜日らしいよ。月曜日だって。そうそう、マヨラボが火曜日なので、火曜日が来ないと自分の中で1週間が、なんなら火曜日がスタートみたいな、ちょっと嘘ついたけど一旦リセットされるのよね最近は。明日月曜日なんやっていう。明日月曜日だってみんな。みんな頑張ってね人ごと頑張ってね。明日はね月曜日だよ、月曜日マンデー煽っていくスタイル辛いよね、みんな辛いよ。でも辛いのはみんな一緒。私たちはでも別になんか月曜日だから辛いっていうのがないんですよ。だって月曜日から何か始まることはないから、別になんか月曜日でも火曜日でも水木金土、土曜日でも日曜日でも祝日でも別になんかあんま関係ないから。そうでも学校行ってる時は月曜日かよってなってた。でも今考えた学校は楽しかったし、なんか今しかなんかできないことだったなっていうふうに思うから、その卒業した後は思えるけど、やっぱなんか高校生の時、中学生の時はそれが分かんないのよね。やっぱ学校に行くことが当たり前とか、なんか学校があることが当たり前、まあ別に学校に行くことが当たり前っていうわけじゃないかもしれないけど、なんかまあ自分の生活の中では普通に何も考えずに行っちゃってたから、なんかね、あんまりその大切さとか
なくな失って分かるものとかがちょっと分かんなかったのね。そうだから月曜日すごいめんどくさーって思っちゃってたけど嫌だなーって思っちゃってた。まあ行ったら行ったで楽しいんだけど、でもやっぱちょっと憂鬱な気持ちだったから、でもそういうのがやっぱなくなったから、ヒコラブに入ってというか学校っていうものがなくなって、でそう学校はだいたい水曜日とか木曜日は結構4時間授業とか多かったけど、もう水曜日はね本当にねみんな一番嫌ですよね。そうまあみんなが通る道ですよね。そうでもまあ月曜日頑張ったら火曜日が来るし、火曜日頑張ったら水曜日が来るしって思ってずっと頑張ったら土日がまた来るから、そうでもそのなんか平日が辛い方はまあその分土日の楽しさが倍増するじゃないですか。別に平日もそんな辛くなかったら土日の楽しさもあんまりこう噛み締められないというか味わえないけど、なんか月から金めっちゃお仕事なのっていう方とかはその土日の楽しさがなんか余計楽しく感じられると思うから、まあちょっとポジティブに考えましょう多分ねなんか全部そうなんよね、アイドルの活動とかもそうやけど、なんか辛いことがあるおかげでって言ったらおかしいけど、なんか嬉しさとか何か達成した時とか、なんかみんなで何かやり遂げた時の喜びとか嬉しさって倍増するじゃん。だけど多分何も辛いことはその時は嫌だけど、その辛いことが、まあ、結局後で笑い話になったり、なんか辛いことの、まあ、おかげでって言ったらねほんまにおかしいけど、そうあの時こうだったけどって、それをなんかマイナス発言というか、なんだろう、それをあれ踏み台にしてじゃないけどさ、なんかそういう風にできるから、そうまあでもね人間それぞれだと思うよ。逆に平日がお休みでとか、こう土日がお仕事逆にとか、まあ、夜勤とか本当いろんなね生活の方がいらっしゃると思うんですけど、そうまあでも人間生きていくためにはみんなねいろんな道を通ってみんな同じようにやってるから、まあ、私だけじゃないんだって思って、まあ、みんな生きてるかって、みんな頑張ってんのかって思ってやるしかないっていうつらかった思い出はライブ話にするのめっちゃ楽しいよね。まあでもしんどい時はしんどいでいいよね人生いろんなことあるし、だってしんどいんだもんね。しんどい時はしんどいからお休みしようっていう気持ちも大事やそれでリフレッシュできるんだったら人生長い長い1ページどっかの歌詞、ま、人生はね長いですから、そこで1日お休みしたところでまああれですよだからしんどい時は私たちも、なんて何が辛かったって言われたら笑いながら言えるもん全部。あの時さこうでさ今日も言ってたもん。だって今日もさそのね今となってはめっちゃさっきも言ったようにケモフレ舞台やった時が本当になんか今考えたらめっちゃなんか楽しそうだなって思うし、すごいことしたなって思うし、やってよかったなってめっちゃ本当に心の奥底から思うんですよね。でなんかこの時の私たち輝いてるなとも思うし、なんかやりきってる顔してるなとか、なんか今見たらめちゃくちゃいいやんって正直思うんですよ自分たちでも。そうでもあの当時はなんか本当に舞台っていうものが本当わからなすぎて、
あなんか苦手意識がありすぎて自分で、そうだからなんか本当にちょっとストレスだったのねそう今だから笑って言えるけど本当にもうなんかめっちゃ泣いてたし、もうなんでって思ってたの、本当に本当にしんどかったのね正直。でも今となってはめっちゃ笑えるし、なんか今日も言ったの、でもさあの時本当になんかもうどうしていいか分かんなすぎて毎日泣いてストレスすぎて肌めちゃ荒れてた時だって言って今日も笑ってたもんなんかそうやって笑えるのよ2年後3年後にそう今日その話したのよ、そうでみんなで笑ってたのよ、うん、だからさでも今となっては、でもその舞台の日の最終日とかは思ったの、千秋楽の時とかはにはもうちゃんと思えてたのね、やってよかったなって。そうだからリアルよ別に嘘ついてないですもんそうでもそれぐらいなんかそれぐらいなんか全力ででもやってたからそういう思いがあったんだなって。適当にやってたらまあいいや別に間違えてもとか別に上手にできなくてもいいやって思うじゃないですかそうでもなんかちゃんと頑張ろうと思ってた証拠だなとも思うし、悩むってことはそれに対して真剣に取り組んでる向き合ってる証拠だと思うから、そうね、何事もそうやと思う。別にね頑張ってなかったら別にどうでもいいから最初から悩むこともないだろうし、でも頑張るっていう気持ちがあるから悩めるわけだしね。懐かしい。でもね、なんかみんなでイコラブみんなでいろんな歴史をね、ほんと作ってきたなっていうのは思う。いやーなんかでもあんな時にまだだってデビューして本当に数ヶ月とかの時にあんなに大きな自分たちだけ12人だけでの舞台を用意していただけたことってやっぱありがたいなって思うし。すごいね、大きな会場で。いやマジでね今までの全部がね今のイコラブをね作ってると思うから、ケモフレ最終便サードの発売決まったってことはまだセカンド期間にやってたんだもんね。そりゃあね今は5回目のクリスマスって言ってんだからね、そりゃ大人になっとるわってね。いやマジでね、でもだいぶいろんな物語を作ってきたよイコラブはみんなで。でも今となってはねいっぱい笑いながら話せることがたくさんあります。笑いながら話せてよかった。ドキュメンタリー見返したくる、わかる、あもう見返そうかななんか今日見返したくなってきちゃったでもぜひ30日はねエピソード12を見てください皆さん。エピソード12を、私のなんかエモいやつ作ってくださってるドキュメンタリーなのでエピソード12、最後泣いちゃう12はまあでもなんかメインというかあれはあの私にスポットを当ててくださってて、
メンバーが、メンバー全員が私のこと話してくれてたり、私のお母さんからの手紙があったりとか、私が生まれた時間に更新されたりとか、まあ、ちょっといろんなエモさが詰まったエピソード12なんですけど、でもなんかメンバー一人一人の成長もちゃんと描かれてて、私だけじゃなくて、その一人一人がこの数年間大人になった場所、大人になったエピソードとか結構話してるので、まあ、私のファンの方だけじゃなくて他のメンバーのファンの方も全然楽しんでいただけるというか嬉していただけるやつかなって思うので、エピソード中にぜひ。あれは22歳の誕生日ってことかな。なのでぜひね、皆さんエピソード中に見てみてください。あ、もうね、見返しちゃうかもね、ちょっと自分の誕生日の日には。そしてタワーありがとうございます。1日、違う、2日早めだよタワー。あれ誰だ、続編はね、ちょっとね、分からん。今んとこ予定はとのちゃんかな。タワーありがとうございます。何人だ、 1,2,3,4人、4人かな。ニクとたくあんとさしなゆいさんとカピロとトノちゃんかな。ありがとうございます。ありがとうです。ありがとうございます。誕生日2日前だよねタワーですか。おめでとうタワー、ありがとうございます。そうだね、さしなゆうさんは私と同じ誕生日だから、共に年を重ねましょう。ありがとうございます。ジージー今どこ。個人情報聞き出す人、いやー、さしなゆいさんタワーありがとうございます。さしなゆいさんのさーん、最近ピアスつけてないな。さしなゆいさんのシー、幸せな誕生日に絶対にしてね。さしなゆいさんがだよ。さしなゆいさんのなーなー、泣いても笑ってもこの私は24歳になる瞬間は、さしなゆいさんもその年になる瞬間は一瞬なので大切に過ごしてください。さしなゆいさんのゆうてる間にもう10時や。さしなゆいさんのいつもキティちゃんで好きって伝えてくれてありがとう。ありがとうございます。そしてたくわん、ありがとうです。ありがとうございます。たくあんのたくさん今日も目が合いましたね。たくあんのくー空気、同じやつを吸いましたね。たくあんのわー、私のビブス着てるの見えましたよ。たくあんのイコラブをいっぱい愛してくれてありがとう。ありがとうございます。そしてタカピロ、ありがとうです。タカピロ、この前は野球のタワーだったのに。タカピロのタ
たくさん目が合いましたねパート2 タカピロのカーン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 、髪の毛1部と2部のどっちが好きですか？タカピロのピー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 にされる言葉は言っちゃいけません。何の話？カピロのロー、ロー、ロー、ローストビーフを作って私のとこまであと1分以内に持ってきてね。カピロありがとうです、ありがとうございます。そしてトノちゃん、トノちゃんタワーありがとうございます。トノちゃんのとても宮崎で応援してくれているのが嬉しく感じております。トノちゃんのの、のどかに幸せに過ごしてくださいね毎日を。トノちゃんのちゃーんちゃーんちゃんと宮崎まで届けますね。とのちゃんのうーんと今日はいただいた入浴剤を入れて体を癒したいと思います。です、ありがとうございました。じいじが代表して見に行ってくれてんのね、本当にさ、じいじにじいじ表彰してあげたい。え、今いるかな。え、だってわざわざ広島行ってるってことですか。え、表彰してあげるね今。パンパカパーンパ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 カパーン、じいじふっかる認定。ふっかる愛情認定します。はい。ふっかるとか言ってる。ふっかる愛情認定、でもちゃんと愛情って言ったから。代表して見に行ってくれてるんでしょ、ありがとう、ありがとう、めでたくふっかる愛情認定しますね。え、でも本当にさ、ちょっと泣ける。わざわざさ、なんかさ、だって東京から広島って、いやさっきまで銀がおったやんあなたっていう。え、なんならわしも一緒に連れて帰ってっていうね、本当に。そう、いや本当に、いやだってちょっとさすがにちょっとなんか感動しちゃう。ちょっとなんかいつもそのまあ私とじいじの会話はいつもなんかさ、このショールームとかでもさ、なんかまあ結構なんかお互いさ、なんかいじってるじゃん。でもちょっと今日はなんかあれだわ、やっぱなんかちょっとありがとうっていうすごい気持ちの方が大きい。あ、いた、ね、マルキンアイドルになってる。なんかどんどん変わってんだけど、私がつけたジージどこ行ったん。今広島の山の中ね、わざわざなんか山強調しないでよ。ね、ふっかる愛情ジージに変えれば名前。いやまあアイドルって言ったのは私だけどさ、だって自分で自分うちは持ってるしさ、そうだからさ、マルキンアイドルなんだけどさ、また改名しときな。ふっかる愛情じいじ、ふっかる愛情アイドルじいじに変えとき。ありがとう本当にマジで。ふっかる愛情アイドルじいじね、ありがとう。T
ていうか推しメンがさ、推しメンがさニックネームさつけてるんだから長いとか言わないでくれない？普通さみんなさニックネームつけてくださいって言ってさつけたらみんなさ嬉しいって喜んでくれるんだけど、おかしいな、なんで長いって逆に言われてんの。私ありがとう嬉しいすぐ帰るねじゃないの？違うの？いつもみんなそうしてくれるんだけど、ああいう作文大変になるよ。笑った。感謝されるもんかと思ってたらなんか否定されたわ。まあいっか、ありがとう本当に。でも電波が切るね、広島すごい電波ないみたいな言い方してる、それちょっとディスってる、大丈夫そう？すぐこうやって喧嘩し始めちゃう。喧嘩してないよ、みんな言い合いしてないからね、大丈夫よ大丈夫よ。いやでも嬉しいなって、わざわざね、そうなんか広島まで行ってくれてるっていう、本当にその行動力がマジでなんかこれはさすがに愛だなと思いまして、嬉しいです、ありがとう。みんなが私たちの会話を聞いて笑ってんのが笑える。誕生日おめでとうで、ありがとう。あとちょっとで24歳になります、30日に。ほのぼのする時間じゃないよみんな。この毛が気になってきた、ビヨヨヨヨンって。そろそろ終わろうかな配信。バッティングセンターどこに作ってくれますか？30日は何時から配信？ちょっとまだね分かんないだろうね。もうなんか何配信しようっていう感じです。いやー29から30をやっぱやりたいよねっていうね。でもちょっと朝が、30日の朝が早いよねっていう、でもやりたいよねっていうことは明日の夜ってことじゃん。スタッフさんに言ってないし、やばいやばい。ミーワン、それの明日の夜ってばい。ミーワン書いてた、ミーワンお誕生日おめでとうございます、ハッピーバースデー、ワンワン。ミーワンのミー、ミミズ。ミーワンのワン、ワンワン。ミーワンのふざけてごめんなさい。ミーワンの存在が好きです。これからもあのそばにいてください。I love you。 おふざけモードに入っちゃった。ふざけちゃった。ミミズ。おめでとう。パンダ、ミーワンパンダ。ありがとうございます、ありがとうございますよね、おめでとうございます。はい、ということで明日のお誕生日はラー君ですね。ラー君いますかね。まあ明日30日は粗品ゆりさんとカズランさんですね。あとアンナさんです。ということでそんな感じでそろそろ終わります。終わります。順位を読みます。13位から13位がパーク・タマグさん、12位がユキエさん。11位がキャロルさん、10位が鈴木くん、9位はズイスン、
8位がイトコンさん、7位がユーシーさん、6位がセイチャー、5位がレグルさん、4位がタカピロ、3位がタクワン、2位がチョノちゃん、1位がサシナユイさんです。ありがとうございます。ランダムは7人、1人目エリくん、2人目セイロさん、3人目スケサブローさん、4人目シンチャさん、5人目ヒッキーさん、6人目トリアンスさん、7人目マサアキさんの7人がランダムです。それではじゃんけんします。せーの、じゃんけんじゃんけんじゃんけんグー。あー、皆さん今日も23歳のんを見てくださってありがとうございました。23歳ラスト2日のうちの1日でした。あれ、何言ってんの。明日がラスト23歳の1日なので、明日思う存分なんか楽しくいきたいと思います。23日、え、何したらいい、あ、違う、23日じゃない、23歳のラスト1日何して過ごせばいいですか皆さん。え、助けて、もう無理、どうしよう、なんか心臓がドキドキしてバクバクして、なんか心臓が、なんかもうちょっと口から出てきそうです。緊張してきた。え、本当どうしたらいいですか明日。何して、なんかどうしたらいいか誰か教えて。え、なんか誰か教えてください。私が23歳ラストの日なんかいい、なんかした方がいいことがあったらなんかリプください。待ってます。ではバイバーイ、さよなら。じゃあ明日、てか明日決めた、年越しえ、年越しか、年越しでいいのか、年を越す、え、違う、誕生日越し配信します、するわ、決めたん今。やっぱね、しよう、一応あのだけん11時ぐらいからやるだけ、明日は遅めぐらいから、まあ、10時11時ぐらいからやりたいと思います。はい、バイバーイ。スタッフさんに連絡してきます。バイバーイ。